Hey guys! Welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Moe and this is Sutan. Today, I'm going to show you how to make 茶碗蒸し。こんにちは、Kimono Mama です。今日は茶碗蒸しです。私の大好物、スータンも離乳食でよく食べます。簡単なので、ぜひ作ってみてください。あ、お出汁も取ります。茶碗蒸し。じゃあこれからお出汁を取ります。ここにお水の中にお昆布を入れて20分ぐらいかな、たったやつがあります。これを火にかけます。今は手軽なめんつゆがたくさんあるのでお出汁を取る過程が少なくなっているとは思いますが、茶碗蒸しはお出汁の味が決め手です。お出汁は和食の基本なのでぜひ覚えてみてください。ちなみに離乳食にも毎回使ってます。スータンが全然食べない時期があったんですけども、お出汁を混ぜるとパクパクと食べてくれたりしたので、赤ちゃんでもお出汁の旨味ってわかるんですよね、きっと。今は毎日このお出汁を調味料なしで飲んではります。昆布を取り出します。あ、私沸騰したお湯の中に鰹節をひとつかみ、入れたらすぐに火を止めます。そうすると鰹節が沈殿してくるので、そのまま1分ほど待ちましょう。投げないてんの。よいしょ、よいしょ。スクワット、スクワット、スクワット、スクワット。かつお節が全体的に沈んできたら、ザルでこします。危ない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 、そちゃん暴れないで。これザルの上に細かいかつお節が入らないようにキッチンペーパーを1枚引いてます。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、これだけしよう、これだけしよう。危ないから、痛い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 よ痛いよ。はいはい、ちょっと待ってや。ママご飯の用意だけさして。ご飯の用意したら遊ぼうね。ご飯の用意したら遊ぼう。わ、いい香り。スータン見て、スータンすごいいい香り。ほら、いい香り、いい香り、匂って、ほら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 、あら、いい香りだね。危ない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 。カツオのお出汁の香り、すごいいい香りやね。匂いする？すごいいい香りするね。ねえ、綺麗だね。ほいほい、ほいほい。このお出汁を十分に冷まします。ほいほい。この後、卵と合わせますが、お出汁が熱いと卵が固まってしまうので、ここでしっかりと冷ましてください。はいはい、で卵液がこれは150、これは70ミリなので13、これの3倍のお出汁の量を卵液の中に入れます。卵1に対してお出汁が3、1対3の割合で合わせます。ここに調味料が、薄口醤油が小さじ2、お塩が少々。この中に鶏肉を入れて、椎茸、卵液を流し込みます。これで蒸し器に入れます。大丈夫かな。よいしょ。よく沸騰した蒸し器に入れて13分弱火で待ちましょう。蒸し器がなくても普通のフライパンにお水を張って、この容器が入る蓋があればできます。10分ほど経ったら一度開けて三つ葉を乗せます。
これ熱いのでお箸で乗せてくださいね。さて13分経ちました。うわふるふる、きれいにできたね。わわわわわわ、触らないで。きれいにできました。で、これで粗熱が取れたら蓋をしていただきます。茶碗蒸しの完成です。粗熱が取れたので試食します。じゃーん、ふる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 、美味しそう。美味しい。お出汁の味がすごいちょうどいい。これ食べてほしい。こういうお出汁の味が繊細に出るお料理はちょっと頑張ってお出汁引いてみるとランクアップします。うん、おいしい。大成功でした。食べちゃった。よし、すーちゃんご飯にしよう。よいしょー。すーたんの今日の離乳食は茶碗蒸しです。作り方は一緒で、お塩とお醤油を入れてません。あ、この椅子のシートベルト買いました。意外と嫌がらなくって立ち上がらなくなったので買ってよかったです。ガチャン装着。せーちゃん、お手手とお手手合わせて。いただきます。せーの、いただきます。すすすかしこいね。よし、じゃあ茶碗蒸し食べようか。で、いただきますって。あー、大きいお口どう？おいしいな。プルプルやもんな。うん、おいしいね。あ、人参さんも入ってるわ。はい、あーして。うわ、大きいお口。おいしいね。おいしい。うわ、おいしいね。プルプル。みじ？どう？おいしい。はい、すーちゃん、あーして。おいしい。うん、大きい口で食べるね。うん、おいしいな。うん、おいしい。うん、おいしい。好き？おいしいな。どう？どうしよう？おいしいな。大好きな。なあ、お出汁おいしいな。こんなにおいしそうに食べてくれると作る方も嬉しいですよね。茶碗蒸しの具は何でも OK です。子供から大人までみんな大好きな茶碗蒸し、ぜひ作ってみてくださいね。バイバイしてる。すごいバイバイしてる。すごいね、バイバイって。おいしいな。みんなも食べてねって、はい、では今週もご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてレシピのリクエストはコメント欄にお願いいたします。それではまた来週。See you next week. Bye bye.